奈良県添上郡の範囲添上郡は奈良県にあった郡。1880年に行政区画として発足した当時の郡域は下記の区域にあたる。元は日野のあるいは相富という地名であったが、これに天の字が当てられ、二つに分けて添上郡、天下郡となった。旧大開花天皇の春日伊佐川郡が奈良市伊佐川にあったと伝える。名は 佐保川に由来する。奈良山、丘陵南斜面の東側が、佐保、西側が、先であり、古代の山和の北に位置する。郷、和名類受章に記される軍内の里。式内社、演技式神明町に記される軍内の式内社。旧高級領取調べ帳に記載されている。明治初年時点での支配は、以下の通り。幕府領は、奈良部業が管轄。 は、村内に、自社寮が、まは、村内に、自社女地が存在。町村生以前町村生以降1、奈良町に佐保村三大安寺村4、辰野市村5、平和村6、春道村7、市の本村8.5が、 谷村9、大海村10、明治村11、東市村12、田原村13、東山村14、月瀬村15、野牛村16、大柳生村17、東里村18、京川村編遷表。ありがとうございます。